どうも。というわけで、また今日もやってまいりました「スリング TV」チャンネルですが、はい、今日もねゲストは筋谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしく。ということでね、今日はね何を話すかって言いますとですね、スリランカのあまり日本で知られてないお話をしたいなと思うんですけど、まあちょっとスリランカ結構ご存知の方は知ってる方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、ちょっとまだあまり一般のね日本人にはあまり知られてない日本とのそのスリランカとの関係っていうものについてね、ちょっと話したいと思うんですけど、はい、でそれは何やっていうとね、ジャヤワルダナさんっていうね、そう有名な方がいるんですけど、まあその大統領もねやられた方なんですけども、まあこれは何かって言いますと、第二次世界大戦でですね日本は負けたわけですよね、戦争にね。で、1951年にフランシスコで講和会議っていうのがありましてね、これはあのどういう会議だったかというと、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、その、ね、戦争に負けた日本をどうするかと、どうすんだこの国をっていうね、そういうまあ会議なんですけどね、まあ、そこでですね、本を許さないっていうようなね、あのソ連とかね、当時のね、とかは結構強引な意見でね、日本をね、分断統治しようと、4つのね、開ける案とかもあるんですけど、それね、ソ連とアメリカとイギリスと中国で分割するみたいなね、そういう話も出てた時にですね、その当時の正論の代表だったジャヤワルダナさんっていう方がね、あの演説をしたんですよね。あの日本を許しましょうと、まあ仏教の仲間であるしっていうこともあったんですけども、そのねブッダのね言葉を引用して、憎しみは憎しみによってやまず愛によってのみやむっていうね、そういう演説をして、まあ、ちょっと流れが変わって、日本を許しましょうっていう、そんな流れになったって聞いてるんですけど、はい、そうですよね。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、そこ本当にあの、まあ、それなんか同じ仏教国で、はい、僕らの考え方ですね、うん、その愛によってしか何もできないという、そうですね、大切なことをですね、はい、ブッダの言葉で、その1951年のサンフランシスコ講和会議で、はい、元あの大統領となった、はい、JR ジャヤワルダナさんのスピーチによって、はい、みんなあの考え方変わって、うん、こういうあの日本を一つになってですね、うん、みんなと一緒にあのアジアを一つ、世界を一つというところにつながって、うね、もう一回チャンス与えましょうというところになって、日本と世界を、うん、あの平和につながったということはあるので、そうですね、大事な話だと思いますね。そうなんですね。はい、要はその日本をね、その世界にね、復帰させてくれた恩人みたいなね、ありがたいことですね、スリランカではね、うん、でこの話はね、あんまりスリランカの人は知ってるんですよね、結構そうですね、はい、学校で習ったりするんですね。そうですね、勉強してますね、はい、歴史のところでですよね、はい、なんですけど、その日本では教育も良くないのかもしれないけど、日本の学校ではそういうことを教えてないんで、その一般の日本人は知らないんですよ。っていうか、私もね、本当にスリランカと関わる前は全然それ知らなかったです、本当に。で、私もね、初めて聞いたのは実はその、まあ、20年以上前だけど、うん、スリランカ人の友達からそれ聞いたんですよ。だからなんかそれ、その時にね、私すごいなんかちょっと恥ずかしいなと思ったんで、なんか自分が。だから、まあちょっとこのね、話をね、やっぱり普通のね、一般のスリランカとでね、関係ない人もちょっと知っててほしいなっていうのが一つあるんですね。で、まあちょっと今日そのお話をしているっていうことと、それとですね、あともう一つはその51年に会議がありまして、その翌年ね、1952年、はいはい、その世界で第二次世界大戦が終わって、日本が初めて国交を樹立した国、それがスリランカなんですね。そうですね、はい、1952年初の国がスリランカになってますね、はい、ですよね。ありがたいことですよ、はい、そうだから本当に世界に初め復帰するのに最初にそういうね、結んだっていうか国交を樹立したっていうのは、それはまあ当時正論だったわけですけども、そうです、ね、はい、スリランカだったんですよ、はい、ですからもうそれだけ縁があるっていう、ね、ありがたい、本当にご縁があってこうやって大切になって本当にありがたく感謝してます。フレンドシップっていうか、そうですよね、国家と国家を結んでる架け橋というか、つながりというか、そうなんです、本当に感謝していますね。それで日本がですね、いろんなことをスリランカにもしていただいたし、ね、やっぱ病院作っていただいたり、はい、あの国会議事堂スリランカでできたりとか、いろんなその
橋を作ったりとか、ね、道路を作ったりとか、いろんなことで日本が明らかにサポートをしていますね、はいはい、うん、そうなんですね。その戦後その、まあ、そういういろいろね、ここ樹立したっていうのもあって、あの、ね、そうですね、はい、日本は結構スリランカに援助してまして、そういうね、国会議事堂もね、日本が作ったりね、したりとか、あと橋とか、病院とかね。で、私も初めてスリランカ行った時にですね、初めて会ったスリランカの人にありがとうって言われたんですよ。私日本人、何って言ったら、いや、あそこのね、病院ね、日本が作ってくれたんだよって言って、ありがとうって言われて、私全然もちろんその関係ないんだけど、スリランカ人に対しては感謝してる国ですね、はい、日本っていうのは本当に神様みたいに、いつもあの繋がってる、はい、愛されてる国ですね、大切な国ですよ、ね、それでやっぱスリランカ人が日本に行きたいという国なんですよ、日本と繋がってほしい国ですよ、そうですね、はい、日本結構だからよく親日国って言いますけど、はい、やっぱ日本はね兄弟みたいですね、本当に近い、ね、心で近い国です、はい、でね、そのジャヤルダーさんのね、ちょっと一つ笑い話は、その JR、 今 JR じゃないですか、ね、JR、ジャパニスレールです、はい、ジャヤルダーさんって通称 JR さんってね、そう、最初の文字は JR なんです、ね、呼ばれてるんですよね、はい、だからもうスリランカの人たちはあ、JR さんのことと思って JR って名付けてくれたんだみたいなねそう思ってると思いますね、ね、そういう、まあ、ちょっと半分ジョークなみたいな話なんですけど、ね、まあ、それぐらいね、日本のことをね、あの本当に、なんていうんですか、親しく思ってくれてるんですよね、そうですね、本当にあってですね、たまたまじゃなくてご縁があって日本とスリランカだなと私は思ってます、ね、そうですね、ずっとそういう、うん、まあ、昔歴史、その前もまたなんか歴史あるかもしれないし、ずっと今こうやって日本とスリランカフレンドになってるけど、まあ、前からずっとですよっていうこと、そうなんですね、でちょうど私 の、 その野球の関係でも、はいはい、その2012年スリランカで初野球場も、うん、その、日本とスリランカ国家としてつながって60周年の記念日としてできた野球場だし、うん、その時 ODA 日本政府またいろんな前の私 の、 あのホテルの会社とかいろんな日本の皆様のサポートでできた野球場なので、野球場、ね、ずっとそういうつながってますよ、はい、その長いそのフレンドリーな歴史があるわけですよ、そうですね、はい、急に始まったわけじゃなくてね、でスリランカの人たちもすごく日本のことをね思ってくれている人たちがすごく多いので、やっぱりこの日本からもね、あのいろいろスリランカのことをね、これからもっともっと知りたいし、好きになってくれる人をね増えたらいいなって、同じ仲間というか同じ島国だし、はい、考え方も近いところがあるので、はい、仏教だしね、仏教だし、はい、日本でよくその恩返しとか感謝というか、はい、そういう同じ言葉がシンガル語自分の言葉でもあるので、うん、まあ、日本人の考え方と近い、方だと思うんです、そうですね、考え方とかね、はい、島国とかいろんな要素があるんですけども、はい、ちょっとあの似てるようなところがねあったりするんですよね、もちろんです、はい、うん、なもんでね、そういうやっぱり、歴史もあるし、はい、ということでね、これからもあの仲良くねできたらなと思ってますね、そうですね、あとはそのジャワルカさんも亡くなる前に、はい、あの自分の命を一つは日本と一つはスリランカで生きてほしいっていう考え方もあったので、そうです、それはそのあのようにあのスリランカから日本に寄付したこともあったので、そうですね、そのジャヤルダーさんは、ね、亡くなるときにその角膜ですね、角膜を、これからの日本とスリランカを自分が亡くなってもずっと見ていきたいということ で、 で、ね、一つをね、角膜を日本人に、でもう一つの角膜をスリランカの人にその移植したわけですね、はい、そうですね、はい、でそのことがあって、その日本でもね角膜移植っていうのはね、そうですね、普及していったっていう経緯もあったりするぐらいなんですね、はい、ですからそういうジャヤワルダーさんのねその思いも、そうですね、日本とスリランカはこれからも結びたいとか、そのフレンドシップを強く持っていきたいという考え方だったので、そうなんです、それはそのままもっと強くなって国と国を結べる活動を、はい、あのやっていきたいですね、そうですね、国と国は、まあ、7000キロぐらい離れてるんだけれども、はいはいはい、心としてはつながってますよ、近いですよっていうことをアピールしていきたいし、うん、ではそのままあの頑張りたいですね、うん、同じ仲間、そうですね、同じ家族なので、はいはい、ということでね、まあ、ちょっと長くなりましたけども、特にあのスリランカとね日本はちょっとこれからも仲良くできたらなと思ってますんでね、はい、よろしくお願いします、今後ともよろしくお願いします、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はこんな感じです。
ジャロラさんのお話でした。はい。